回りました。ラジオビバリーヒルズでお楽しみください、はい、木曜日の担当は大滝子とナイツのお二人です。大滝子さんじゃないでしょ。大滝子現在三原愛美さん解明前の大滝子じゃないです。すごいですね、あの事件、はい、すごいですね、うん、元宝塚と、やっぱり脚光浴びるっていうこと、ことが、はい、もう忘れられないから、うん、ディナーショーをどんどんやってて、で、お金はかかるから借りてってっていう感じなんだろう ね、 うね、ディナーショーやるために。もう真っ先に浮かんだのは畑健二の顔でしたけどね。なんでですか。毎年のように上野東天校で上野東天校でディナーショーやってますからね。それは別に容疑者じゃないし。そうですよ。真っ先に思い浮かべたってだけだよね。そうですよ。5、6万取ってるわけじゃないでしょ。まあまあ、そうですね。1万5000ぐらいですかね、畑健二の場合はね。うん、それだったらやっぱりね、あ、よくあること、よくあることって言っちゃダメだ。軽い罪みたいな言い方じゃない。変わることじゃないです。漫才協会の映画がね、うん、あれなんで、あの、ハリウッドでやりたいんで、1000万ほど貸さない。誰が信じるか。石神の家売って返すんで、後で。石神の家売って返すので、1000万円貸していただけないですか。面白い。田園調布のね。うん、田園調布の家の担保にだったんだけど、うん、もうすでに売られていたってことで。まあ、ああいうまた、ああいうニュースが出た時に、本当にすぐなんかやっぱり清水さんの、あの、うん、レパートリーに入りそうだなっていう。なんか私もそう思った。なんか、もう少しお話などプロフィール見るとなんかなんだっけ、宝塚のナンバーワン女優だっけ、あ、首席で出ただ、トップスターで首席で出たっていう人が多すぎてさ、私もちょっと昔から高校時代から怪しいと思ってた。首席だらけなんだよ。毎年毎年いるはいるから、本人のホームページによるとって今日ずっとずっとその文字がちゃんとそのそうか中略あったから、そう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 、海外公演もあったらしいけど、それもご本人のホームページによると調べてはないんですね、じゃあね。裏取ったわけじゃないですか、一応。一応そう言っておけばね。いや、そうか。すごいですね。名前がいっぱいあるから。大滝子と、大滝子と三原元、小倉照美。小倉照美容疑者って出てましたよ、今日ずっと。あ、それじゃあ本名。かわいいじゃん。うん、だって名前。かわいいじゃん。そうそう。大滝子より全然、大滝子ってのはもう、負ける気。で、まあ、勝てる気しない。宝塚の人の名前ね、すごい名前多いから。大滝子でございます。ようこそいらっしゃいました。今宵はディナーショー。トップスターっぽいですね。翔滝子じゃないですか。翔滝子。もう名前の翔滝子でしょ。大じゃなくて。バレてしまいましたか。大倉てるみです。ろくな職業じゃないよね。小判ザメのように。それぞれにモノマネ芸人がいるのおかしいでしょ。翔滝子でいける。翔滝子。手応え感じんじゃないですよ。本当にそうですよ。今反省中なんですからね。反省中なんですよ。わからないですよ、じゃないですよ。わかりますよ、大体。すごいね、やっぱり。すごいですよ、本当にね。やっぱりでも私は、その脚光を忘れられないっていうのは、すごいなんか、物語になるっていうか、お金が欲しいとかさ、何が欲しいっていうんじゃなくて、あそこにステージにいたいっていうのが、いくつとも、ね、衣装を着て、衣装を着て、そうですね。年齢になってもですからね。ということで、ファンの人も花束とかいっぱいね。あ、そうだったよね。うんうん、で、結構な金額だったしね、そうですね。ディナーショーも。毎回来るファンの方がいるんですから。なんか、年によってね、なんか違ってましたけど、8万円の時もあったりとか、そう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 。3万円の時もあったりとかね。うんうんうん、でもだんだん、だんだん上がってったんでしょ、でもやっぱり。上がってった上がってったらしいよね。上がってったとは書いてあったよね。金額がどんどん上がってった。でも最後は8万円。大変だよね、8万円もね。8万円は出したことないね、ショーに、ライブショーに。そうですよね、うん。お客さん何人いたのか、あれですけど。劇団スティック2500円だったかな。8万円でライブとか。例えがさ、極端だから。歌ってたけどね。一応、一応ミュージカルで。ディナーショーやるって言い出したらどうしよう。ディナーショーやりたいっつって。有志を持ちかけてくることもある。ディナーショー。しまった。輝いてる。ありえるからね、でもね、物好きな人って言えるから。そうですよね。私が、じゃあやってあげるみたいなね。うんうん。ホテルの支店長でたまたま大ファン、劇団スティックの大ファンだったとかね。場所代がとにかく一番かかるというね。結構だって大きいホテルとかでね。そうだよね。
やられてましたからね。今はそのクラウドファンディングとかなんかありますよね。その一応こうなんか。ディナーショーの？あ、いや、みんな芸能活動する人でも、そのなんかライブやりたいとかって、うん、お店やりたいっていう人もそうだし、うん、クラウドファンディングで、とりあえずこの、まあ、応援してくれる人から、お金を。ね、そう、あと、スパチャとかね、ああいうのもあるし。スパチャはよくわかんないけどさ、なんかクラウドファンディングだったら、はい、本人のところに少しは戻ってくるっていう希望はあるんだよね。まあそうですよね。こう、うまくいった時に。保証されてる、一応ね、形ではある。スパチャはでもその時の快楽だよね、結局。そうですよね。応援したよっていう。そうですね。なんか名前呼んでくれたとか、なんかそういうので、投げ銭するみたいですけど。なるほどね。今あんまり聞かないけど、今もすごいたくさん動いてるんだろうね、スパチャは。動いてると思いますね。やってると思いますよ、毎日のように。そうだよね、きっと。いっぱいありますか、そういう、なんか、アプリみたいなのか。なんか親御さんが一時、ほら、びっくりした、子供が勝手に使ってるからびっくりしたとかいう事件が多発してたけど、今あんまりないってことは、なんとかこう、うまく、どこまでだよ、みたいな。何年か前に、そのスパチャの、日本一を決める大会みたいのが、なぜか知らないけど、東洋館であって、ライバーの、そうだね。MC で出たんですよ。で、椅子に、なんかひな壇みたいにライバーの人に座ってるんですけど、そのライブ中もずっと、あの、スパ、中継して配信してて、それで1位を決めるから、僕らがずっと喋ってるのに横でずっとここでなんか聞いてない聞いてないパチンコちゃんにパチンコの営業トークに気がいってない俺たちのあれ意味ないんじゃないかって本当だねさあなんとかさんはもう何年ぐらいやってるんですかってなんかなんかですかねなんかですかこっちは見ろ視界は見ろあ今ね集中されてるということで集中されてる敬語何だったんだろうねでも その人たちに話聞いたら、うん、もう本当に何万円ってくれた人には、うん、家に行ったことあるとか言ってたね言ってましたよよくないねあんまり特典みたいのがね特典で家に行ったとかでその人たちが、まあ、一応決勝のメンバーなんですけど、うん、そこにその当時ライバーで、まあ、その スパチャをめちゃくちゃやってたマギー真嗣さんが、うんうん、うちの事務所の先輩なんで、うんそう、なんか予選に参加したらしいんですよ。うんうんうん、予選落ちしちゃって。マギーさんマギーさんでも難しい、ね。その、登録者数とかで、やっぱその期間の間のね、スパシャの合計とかで、うん、その決勝メンバーにやっぱ勝てなくて。そうなんだ。何が違うんだろうね。やっぱイケメンみたいなこと。もうあと、ね、圧倒的にやってる時間でしょうね。ずっとやんなきゃいけないらしいですよ、あれ。はぁ、忍耐力か。そうですね。そんな忍耐力で人ってお金出すもんかね。何なんですかね。でもその、ま、真心というか。ああ、まあそうかもしれないですね。ねえ。なんか、ほら、登録者数が1000万になるまで、ライブをやめませんっていう人もいるじゃん。それも増えていくから、やっぱりそういうことに人間って動くのかね。応援して、ね、友達紹介してとかってね、なっていくのかな。なんか優しさにつけ込むような気もして、なんか悪いような気もするけどね。そうですね。やったからハマるのかもしれないですね。あの、クロちゃんみたいになんか、携帯でポッてやってすぐやるじゃないですか。はぁ。SNS ね。SNS とか、ね。そうだね。うんうんうん、なんか、ツイッターとかもさ、あの、今、X になってお金が入るようになってきたんでしょ、はい、そうなるとなんか意味がちょっと変わってくるよね。あそうっすね。いや、そうなんですよ。無責任に何も言えないっていうか。はい、あ確かにね。うん。そうなんですよ、ね。まあ、YouTube みたいにね、なってると。はい。あとはセカンドも面白かったですね。あ、ザ・セカンド。うん。先週ね、土曜日ありました。うん、有田さんの一言がすごいおかしくてさ、漫才ってすごいですよね、うんうん、知ってることなのに、え？なんでやねんって言うんでしょあんなこと言ったらすごい冷めるんだけど。なんでそんなこと言うの特にね、その、そういうネタの人とかね。そうそう。やめて。何百回もやってんのに、それこすってですよ。その上で驚くんですよ。力説してそれ言っちゃうんだっていう。なんてことしてくれるのあれ。新鮮ですけどね。ものすごい。新鮮ですけどね、じゃないわ。アンバサダーなのに。そう、全然アンバサダーじゃない。むしろ邪魔。なんかでもね、面白かったですよ。花丸大吉さんとね、有田さんのなんか、うん、バランスというかね。そうだったね。珍しい組み合わせですからね。うんうん、そこで東野さんが司会で。うんうん、ねえ。やっぱもう長いと4時間ぐらい。4時間は長いね。すごいね。ねえ。ほとんど全部のネタでもうコメント求められるし、あの、審査員のね、お客さんのコメントも毎回ありましたもんね。うんうんうん。あのシステムもすごいですよ、だから。すごい。初めてですよね、あのこと。初めてですね。審査員のね、お客さんも、
ちゃんと映さないのもいいですよね、顔とかをね。好きなこと言えるからね、そうですよね、顔がない方が。でも微妙にやっぱあれがあるから、うん、ちょっとやっぱ一点つけづらいっていう心理はあるらしいですけどね、うん、ちょっとやっぱこう終わった後に聞かれるので、注目になるよね、はい、1話一応そのまあ画面にね顔は映ってなくて、うんうんうん、周りの人にはなんとなくわかるから、うんうんうん、1点つけましたって多分ちょっとなかなか言いづらいから、うん、ランダムで選ばれるからね、そうだ ね、 そうなんだね、で嘘言おうと思ったら、うん、あのね上から地図みたいな感じで出ますからね、あれ点数が、あの この人が、この人が1だよってね、そう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 、やっぱ1ってすごい目立ったもんね、あの時は。やっぱりね。無難に2で、みたいな。審査員だからね、いいんですけどね。面白かった、すごい面白かった。うん、つまらなかったですからね。急、う、に、ん。なんかあれがまあまあ、ちょっと2と1の間が、まあ、まあ面白かったぐらいしたけどね。そうだね、まあ、うん。つまらなかったってなんかすごいですよね。急に。1個だけ。切って捨てる。そうですよね。お前なんか1! そうですね。うん。バーってた時に、あんなに計算ができなくなってんだってちょっと自分でも落ち込みましたね。わかんないんですよ、あれ。だいたいこっちが勝ったことわかるだろうっていう、あれでしょ？あんまり俺もわかんなくて、うん、意外に。うん、なんとなく、でも色でなんとなくわかるよね。あ、色ではわかるけど、点数がもう、そうそう。何点っていうのがすぐわかんなくて。え、700行ったんだから、みたいな感じで、なんかその場の中に戻して。1点かける3で。その間なのかな、あれなんかと、もっとポンポン出せばいいのにと思ったけど、そうそうそう、みんな計算してんのかな、そこで。間違いますよ、間違ってます。かかってないですよ、ほんと。計算楽しむ会みたいになってるのかな、あれは。この番組の3がもらえるように頑張りましょう。そうですね。はい、それぞれ行きましょう。はい。理想のカップルからバカカップルまで、カップルの思い出大募集。清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。リクエストの募集からです。12時台にお届けしてますリクエストコーナー、音楽道場破り、今週のテーマはカップルリクエストです。くしくも俳優の中尾彬さんがお亡くなりになりましたが、中尾さんといえば池波志乃さんとの仲の良さでもおなじみでした。夫婦になっても仲のいい2人はもちろん、最悪な結末を迎えた思い出まで、カップルと聞いて思い出すエピソードにリクエストを添えて送ってください。花尾さんはカップルと言いますと、カップルといえばね、やっぱり東京太夢子師匠が夫婦漫才、夫婦漫才で、もう本当夫婦漫才自体がですね、もう本当に今京都夢子だけしかいなくなっちゃったんですよね。あ、そうなんだ。はい、いっぱいいらっしゃったんですけど、解散したりね、離婚したりとかもあって、はい、思ったよりいないというね状況でございましてね、漫才協会今夫婦漫才不足、夫婦漫才不足ですね。そんな中、受付メールアドレス、ヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242、 採用された方には漏れなくニュータッチの凄麺詰め合わせセットをプレゼント。赤カップルがいたわ、ごめんなさい、忘れてました。チャイムがいたんだね。あ、そうだ、チャイムがいましたね。そんなことなんで、今日も1時まで生放送。日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。うまいヌードルニュータッチ。ニュータッチすごめん佐野ラーメンは、すっきりしたスープに本格レトロとのチャーシュー入り、もっちもちの平打ち麺でみんなに愛される一杯。まさにみっちゃんのようだね。よいしょもすごい。ニュータッチすごめん佐野ラーメン、すごめんはすごい。うまいヌードルニュータッチ。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか。吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ吉兆。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。日本放送ラジオビバリーヒルズ。もう一つメールファックスの募集です。お便りいきなり大笑い。目標にお届けしているのは謎かけ芸人土っちの整えてきました。今週のお題は宇野昌磨さん、うん、先日フィギュアスケートの競技から引退を発表し、世界中からメッセージが届いている宇野昌磨さんで謎かけをお願いします。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、
受付ファックス番号は 0570-021242。 辻地に勝てば Amazon ギフトカード1000円分を差し上げます。その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名シールをプレゼント。あなたも10回勝って殿堂入りを目指してください。たくさんのメールお待ちしてます。先生、クリニックの移転で大事なことって何ですか？移転先に美味しいお店があるかじゃない？海鮮が美味しいお店とか。いいですね。美味しい海鮮もいいですが、ネットワーク回線のご相談も忘れずに。 N にお任せ。 NTT 東日本グループです。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？DeNA 今夜も出るか、筒香のホームラン、ヤクルト今日こそ連敗を止められるか。日本放送ショーアップナイター、ヤクルト対 DeNA、 夕方5時50分から前田幸永さんの解説でお送りします。クイズトリプルチャンスは美味しいメロンをプレゼント。ふみおのちょっといい話、この時間は高リッチ続々オープンハウスがお送りします。あいつ神宮球場だとやたら狙うんだよな。ホームラン？ただのホームランじゃないぞ、オープンハウスホームラン賞だ。オープンハウスホームラン賞？スワローズの選手に東京の家がプレゼントされるんだ。へえ、あなたと違って太っ腹ね。東京に家を持とう、オープンハウス。清水みっちゃんとナイツ原信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。さて、今日のちょっといい話は、はい、今週火曜日のビバリーでも紹介しましたが、うん、来月9日日曜日に渋谷の吉本無限大ドーム2で開催されるトークライブのお知らせです。うん、その名も、茨城県民祭り、そろそろ集まっけ、うん、全国都道府県の魅力度ランキングで毎回のようにワーストを記録している茨城県ですが、東京からも案外近くて海の幸、山の幸も豊富。そうだ、ビバリーでは火曜担当黒沢和子さん、金曜担当の磯山さやかさんも茨城出身ですね。うん、そんな茨城出身の黒沢さんが、茨城出身のスター吉本ミュージック、吉本ミュージック所属のシンガーソングライター益子達郎さんと、茨城愛を語り合うという企画だそうなんですよ。ぜひお願いします皆さん。茨城県民そろそろ集まっけ、6月9日日曜午後9時開場、終演予定は10時と1時間ポッキリ、お尻も痛くなりません、余裕で茨城にも帰れる時間です。料金は2300円、ただし前売りだと1800円とお得ですので、ぜひお早めにお求めください。よろしくお願いします。どうしても行けないという方は配信もあります。こちらは1000円と。なお、または給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ナイツラジオショー、今日のゲストは元 NMB48 の渋谷渚さん。あの小娘か、大喜利女王は2人もいらないんだよ。珍しく気が立ってますね。大喜利女王渋谷渚の弱点。ここで産経新聞ニュースです。報道部遠藤デスク、お願いします。はい、それではお伝えします。まず速報ですが、日本航空によりますと、羽田空港の駐機場で今日午前7時半ごろ、札幌行きの出発便が別の機体と接触して主翼の先端を損傷し欠航しました。怪我人はなかったということです。
中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区は今日午前、台湾の周辺や離島の金門島付近などで軍事演習を始めました。中国は台湾独立派とみなす民主進歩党の頼清徳新政権に圧力をかける狙いとみられます。これについて日本政府の反応、林官房長官です。台湾海峡の平和と安定の重要性について、引き続き中国側に直接しっかりと伝えるとともに、米国をはじめとする同盟国、同志国と緊密に連携しながら、各国共通の立場として明確に発信をしていくことが重要であります。我が国として両岸関係の推移をしっかりと注視していくとともに、今後ともこうした外交努力を続けてまいります。今回の軍事演習について東部戦区の報道官は、台湾独立を図る動きに対する効果的な懲罰だとする談話を発表しました。一方、台湾の国防部も談話を出し、非理性的な挑発で地域の平和と安定を破壊する行動だと批判しました。自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正案をめぐり、衆議院の政治改革特別委員会で今日質疑が行われ、自民党は裏金事件の再発防止の徹底が一番大事だとして、政治資金収支報告書への不記載を抑止する内容だと説明しました。一方、野党は自民党案での政治資金パーティー券購入者名の公開基準を10万円を超える場合とした理由についてただしています。立憲民主党の湯木道雄議員と自民党の法案提出者の藤井久幸議員です。せめてこの公開基準を引き下げる、なぜ5万円ではダメで10万円ならいいのか、これ国民が納得できる説明できるでしょうか。政治資金パーティーにおきましては寄付とは異なり、現行法上その他の収入についてはその公開基準が1件あたり10万円と、切りがよく基準として分かりやすい10万円を公開基準額と設定したものでございます。規制法の改正をめぐっては各党の主張には大きな隔たりがあり、来月23日の国会会期末までに成立させられるかどうかが焦点で、特別委員会での質疑と並行して与野党による修正協議の行方にも注目が集まります。物価の変動を考慮した昨年度の1人当たりの実質賃金は月平均で前の年度から 2.2% の減少となりました。厚生労働省は今日、毎月勤労統計調査の昨年度分のまとめとして発表したもので、マイナスは2年連続です。名目賃金に相当する現金給与総額は増加傾向ですが、円安や原油高を背景とする物価の高騰に賃金上昇が追いついていません。また今年3月の実質賃金も公表され、マイナス 2.1% でした。減少は24ヶ月連続となり、リーマンショックなどにより景気が低迷した時期を超え過去最長となりました。今年11月のアメリカ大統領選挙の共和党候補者指名争いから撤退したヘイリー元国連大使は22日、指名が確定したトランプ前大統領に投票する考えを示しました。穏健派から根強い支持を受けるヘイリー氏の態度表明は、政権奪還を目指して挙党体制の構築を急ぐトランプ陣営にとって追い風となりそうです。おしまいに、国内の音楽作品で昨年度に音楽配信やカラオケなどによる著作物の使用料を作詞家や作曲家らに最も多く配分した作品は、人気音楽ユニット YOASOBI のアイドルでした。これはジャスラック日本音楽著作権協会が発表したもので、2位はクリエイターユニットハニーワークスの可愛くてごめん、3位はロックバンドアレキサンドロスの先行でした。ジャスラックによりますと、昨年度の分配額はコンサートの開催件数の増加などにより過去最高のおよそ1351億円でした。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はカードローンの SMBC モビット、文化シャッター、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いてパワーウィズハート、関西電力がお送りします。日本放送天気予報です。今日の関東地方は暑く雲が広がっています。この後も前線に流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。東京も今日は曇り、南部ほど雲が多く、夜は神奈川県や千葉県など沿岸の地域で雨の降るところがあるでしょう。念のため折りたたみ傘があると良さそうです。最高気温は25度前後の予想です。湿度が高めでムシムシとした暑さになるでしょう。明日はだいたい晴れそうです。以上、天気予報でした。
環境対策や経費削減、課題が山積み。それなら全国で対応してくれる関西電力へ。検索ワードは脱炭素ソリューション。自社の課題から最適なソリューションを診断できるのね。たくさんの事例もあって分かりやすいわ。早速相談してみよう。電気だけじゃないソリューションを関西電力。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、外環三郷西インターで大型トラックの事故のため10キロ渋滞しています。川口ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は40分です。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは谷町ジャンクションの手前で事故のため4キロの渋滞です。湾岸線の西行きから狩場線の下りへの本木ジャンクションで事故の調べが行われているため流れが悪くなっています。続いて一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の八千代市方面に向かう外回りは、柏市柏でトラックと乗用車の事故のため断続的に6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後はあなたからのカップルリクエストを紹介します。設備投資や人員を増やしたいけど予算が足りない。そんな時は助成金ナウ。人の雇用設備投資 DX 化はもちろん、助成金補助金情報もご提供。申請のサポートもできます。ブログでは助成金補助金の最新情報を毎日発信。今すぐ助成金ナウで検索。デイリーヤマザキ。ねえ、サンドイッチは何が好き？デイリーヤマザキのミックスサンド。なんて言ったってパンが違うんだな。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。しっとりふわふわ、ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。アシミスのみっちゃんとナイツ花野信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場破りのテーマはカップルリクエストです。ああ、クーちゃんだし、僕はリチにゾッコンだし、浮気されたら絶対許さないしよ。彼女のリチです。クロちゃんはいろいろだらしないけど、それ以外大好きです。ああ、だらしなくないしよ、大人余裕だし。リチ出てきたというわけで、今日も11時半から生放送ラジオビバリーヒルズ。木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です、はい、よろしくお願いします。そしてお昼はこのコーナー、音楽道場破り。リクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。はい、お願いします。よろしくお願いします。今週のカップルリクエストが採用された方には、山台から大人気ご当地ラーメンニュータッチ凄麺佐野ラーメンを含む凄麺12種類の詰め合わせセットをプレゼントします。今月お笑い界が結婚する人がいっぱいいましたね、うん、確かに。オリーラジの藤森くん、ヤーレンズのデイくん、エイトブリッジのベップちゃんに、ロッチの中岡さん、 そしてグレープカンパニーの中村歩夢さんの結婚も話題になりましたけどね最後のあの芸人みたいに言いましたけど社長です、社長。グレープカンパニー中村歩夢さんは社長ですから、はい、話題にはなりましたけどね、はい、芸能人っぽい名前だしねそうなんですよねそれ言うのはね、グレープカンパニーの東京ホテイソン翔吾もね結婚しましたから、そんな幸せな皆さんにも仲良く召し上がっていただきたいのが、しっかりした歯ごたえのニュータッチ凄麺佐野ラーメン、うん、まあ、考えてみれば結婚するカップルと凄麺、共通点が多いんですよ。即席も多いですし、蓋を開ける時のワクワク感、初めての熱々感も似ているかもしれませんね。凄麺はね、冷めても美味しくスープをいただけますけどね、そんな中佐野ラーメンといえば、伝統の製法青竹打ちによって作られる幅広でコシの強い平打ち麺と、すっきり醤油味のスープが特徴です。伝統の製法を受け継いでるといえば、落語の世界とも共通するかもしれませんね。寄席や師匠たちの舌打ちにも耐え、修行して真打ちを目指す厳しい世界です。ただ寄せで着物姿しか見ないので、街で見かけても気づかれない話家がほとんどなんですけどね、ご安心ください。そんな話家と触れ合えるチャンスもありますよあなたも茹でたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したノンフライのカップ麺、ニュータッチ凄麺シリーズと、はい、今度の日曜日、新宿の花伝社ですね、で開催される落語芸術協会のファン感謝デー、芸協落語祭り2024をご賞味ください。そうだ、
今週の日曜日、ね、芸能家電車って西新宿のところにあるんですけどもね、芸協の事務局があるところですけど、ね、綺麗な名前ですね、マグナム小林さんがね今回大会委員長で頑張ってやってますね、はい、はい、ありがとうございます、お願いします。1枚目読ませてください、はい、岐阜県の、29歳のラジオネームミルクたこ焼きさんです、うん、私がカップルと聞いて思い出すのはお会計問題です、うん、私は割り勘がいい派です、うん、昔付き合ってた彼はご飯は俺が払うからいいよという人だったんで、うん、交通費やカフェのお会計は私が払うようにしていました、うん、ある時彼が今まで男気出して払っていたけどこの前クレジットカードの引き落としを見たら10万円になってて、点点点、割り勘にしてほしいと言われました。正直そんな高い店に行ってないし、お前の昼飯代も入ってるだろうと思いました。お会計のことを考えるとデートが嫌になります。こんなことで揉めるならやっぱり結局揉めちゃったんだ、それで。ねえ。ねえ。割り勘が最初からいいかもね。ああ、そうですよね。無理しちゃいけないですよね。そうだね。そう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 。そういうのも OK だね、彼女が。きっといますから。そうだね。味がしないって人もいるもんね。だって奢られるんだと思うと注文できないとかね。ああ、そうだね。中にはいるらしいですよね。やっぱり女性でも結構やっぱ彼氏に奢ってもらうの本当嫌だっていう人もなんかいるみたいですよね。絶対割り勘がいいっていう。確かに。そうね。まあなんか先輩とかと食べ行くとなんか。ああ、食べ、おごってもらえると思っちゃいますよね、僕の場合は。お笑い芸人はそんな感じだよね。そういう流れだもんね。うん、だから、ネスッチさんが、いつもおごってくれるんですよ。いや、そうまあ、俺が出すよ、先輩だから、出すよって言うから、僕もいつも、何の抵抗もなく、ごちそうさまですって言ってるんですけど、なんかたまに、花輪と行くと、花輪半分出してくれるよとかって、言ってくるんですよ。その時気まずいんですよね。土屋は何も言ってこないけど。当たり前のように 100% 奢ってもらってるけど。割り勘が嫌だからだろうね。なのか。花さんが奢ってもらうのが嫌だからか。ああ、わかる。なんか、そう。先輩でも。そうな、まあ、いや、先輩っていうか、ネズッチだからかな。ネズッチ先輩だろ。いや、先輩だけど、なんか、なんだそれ。やっぱ会長だからみたいなのあるじゃん。立場的にこう、なんだろう、漫才協会で一応先輩だし。なんかこういつも僕ネズッチのですとかってやってるからっていうのもなんかやっぱあるんなんか怒ってもらうの申し訳ない 人によるんだよ。ネズさんの場合はいやマジネズさんいいっすよっていやマジ半分出しますよって出ちゃうんだな、ま、申し訳ないっすよってなりますもんなんか、そうだね、失礼かもしれないけどなんかどっちそうっすね、僕はなんかそうやって言ったらあれかな、先輩だからもう、もう 100% 怒ってもらってるんですけどね、たまに私がって言うと嬉しいかもね、でも先輩もそうっすね、そうやって言えばいいのか、いいよいいよ俺がっていうのが気持ちがいいけど、そうっすね、私は当たり前ですよね、あなたが払うのっていう態度だとたまにはお前払だよっていう意味で、あの、花は割り勘だよって言ってるってことかもしれない。ねずっちもそれ言ってくるってことはそうだよね。後輩とかと、ラジオで言うな。飯行ってて、なんか、当たり前みたいに、そうそう。もう、なんか払おうとしないやつがいるから、なんか一回、たまには払ってくださいってやろうかなって。そうそうそう。フェイントかけた方がいいよね、たまには。フェイントかけた方が。緊張感なくなるから。師匠も、稽古師匠？いや、金魚師匠をこの間、はい、サウナ部でみんなで飯食いに行って、当たり前のように奢ってもらってたけどね、俺に。あ、俺に。ありがとうございます。なんかちょっと半分出してくれるかなってちょっと思いながら飲んでたんだけど、うん、会計の時、一切現れる様子はなかった。ちゃんとでも目を見てね。ごちそうさまですって言うからねって。ちゃんと言うから。人によるんだよ。目がキラキラしてたからいいんだけど。人によるのかもしれない。そうだね。当てはまらないんだよな、ほんとこれ。そうですね。あとすごい、何十人だと、全然感謝されないね。ああ、そうですね。2、3人だと感謝されるのに。本当です。当たり前みたいになっちゃうな、あれ。負担額多い割には。そうですね。1人ありがとう言ったんだからいいでしょ。みたいな感じになるから、もう絶対そうなんですよ。タクシーじゃなくて、俺、後輩3人ぐらい一緒に乗せて帰るときも、一人だと次の日会ったときに、あ、昨日送ってくれてありがとうございます。ああ、いいよね。3人ぐらいだとなんか何も言わないですもんね。あれ不思議だよね。タクシーの感覚になっちゃうでしょうね。なんで、誰か言ってるだろうって思ってんのかな。被害額は、なんか、増大してんのに、一人からもないって人であるよね。理不尽な話ですよ。不思議だよな。不思議だよね。で、自分の若い頃確かにそうだった。たくさんでお願い、おごってもらった時って、なんかちょっと薄まるんだよね、感謝が。だってみんなそうだもんね、って。じゃあ、大人数で所さんの別荘泊まったらもう、俺言わなくていいんですか？全然言われないですよ、最近はもう。
いや、まあ、やっぱ難しい。そうね、で、その代わり大人数で、うん、じゃあ、全員1万円出してね、みたいな感じだと、誰も怒らないから。そうなんですよね。ね、足らない分は私が払うからだと、こっちも別に俺言わなくてもいいし、言わなくてもいいし。そうかもしれない。確かに。友人がお祝いに体験チケットなるものをくれました。いろんな選択肢がありましたが、夫婦でパラグライダーを体験する。新婚でしたので、二人で、キャッキャキャッキャしながら、うん、空を飛ぶってどんな感じなんだろうね、二、うん、人で協力して怪我しないようにしようねなどと言いながら講習を受けました、うん、いざ実践となった時言われたのが、うん、使う道具の都合で体重が同じくらいの人とペアになってもらいます、うん、あ、そうなんだ、ということで同じタイミングで参加していた別カップルの男性女性同士でペアを組み体験することになりました。そうなんだ。初めましてでその方を信用し身を任せることはなかなか勇気がいりました。そう、ね、結果としては飛ぶ様子が別だったことでよく見え、ああなるほど、実際飛んでいるときは気持ちよくお互い連れのことなど頭にもなくとても楽しむことができました。夫婦ってなんだろうね。わ、はあ、かるね。でもこんな気持ちいい締めだった。夫婦の方を教えてもらった。逆にね、他人だから。ああなるほど。これね、パラグライダーっていうのをなんかうちの奥さんがもう夢らしいんですよ。パラグライダーって、はい、あれ5分ぐらい持つの？なんか空飛びたいらしいんですよね。あれって どのぐらい飛翔できるのか。羽を背負ってなんか山とかを降りるやつですか。鳥人間コンテストみたいなことでしょ。ああ。違う？あ、そういうやつなんですか？パラグライダーって。違う？違うの？そうだよね。鳥みたいなやつだよね。スカイダイビング？と間違えた。スカイダイビングみたいな。いや、パラグライダーはそう鳥みたいに飛ぶやつですよね。そうだよね。ああいうやつがやりたいって言ってましたね。わかる。はい、なんかやりたいですか？やってもいいかなと思う。ああいう危険じゃないやつは好き。あれ危険じゃないですかね。ないよね。ふわーっとするやつでしょ。あ、そんなに高くないんだ。スカイダイビングは早いよね。早いのは怖い。スカイダイビングはもう真っ逆さまですよね、うんうんうん。パラシュートですもんね。そうですね。いや、なんか結局やらないで来ちゃいましたね、46年。あ、これからもそうかもしれないですね。怖い。花さん無理でしょ、もう高所恐怖症だから。だけど、まあ、もう高すぎちゃったら逆にいけるのかな、みたいな。なんか中途半端にビルとか見えてるから夢見がちだな。いや、ダメだな、この人何やっても。2階、3階は怖いけど、10階だったら大丈夫だ。スカイツリーの上は大丈夫みたいな。わけないでしょ。もう自分信じすぎですよ。あんたそんな男じゃないよ。太鼓判。あんたそんな男じゃないよ。バカだから。褒められたと思ってる。ありがとうございます。信じられたっつって。あ、本当ですか。狭いとこは大丈夫なの？あ、狭いとこダメ、大丈夫。なんで関係あるんですか？ダメな人多いよね。低所恐怖症とか。ああ、いますね。いますよね。うん、狭いとこダメとか。なんか、そうそう、知り合いで、狭いとこがダメで、いるよね、たまに。人と会うのがちょっと苦手な人がいるんですよ。20歳ぐらい上の方なんですけど、で、この前その人喋ってて、あ、そう、なんか大変ですねって話してて、で、終わった後に今度、いいスナックあるんで一緒に行きませんかって言われて、スナック行くんかいと思って。結構狭いだろ、スナックと思って。すっごい広いんだよ。広いのかな？すっごい広いスナックなんだよ。スナックじゃない。そんなのスナックじゃない。あ、行きます行きますっつって。なんか20人ぐらいしかいないんですけど、結構いいんじゃないですか。結構密だね。そうですね。ぎゅうぎゅうな感じ。私のイメージではタクシー、車、はい、いないかな。あ、狭い場所っていうと。そういうことっすね。そこまで狭いと、やっぱそっか。ああ、もうタクシーもダメっていう人もいるかもしれないしね。確かに。放送作家の知り合いでいた、やっぱり。タクシーとにかく窓、まず開ける。いますね。寒くても。車に乗るとまず窓開ける人いますね。そっか、そういう人いるのか。怖くなっちゃう人ね。密室感がね、ちょっとあるから。そう。広いのもいるんですかね。もう広すぎちゃって。聞いたことないね。でも砂漠とか行ったら本当にわかんないからね。そうですね、自分はそうだったんだって思う時が来るかもしれない。あるかもしれないですね。広大なとこってそんなないもんね、だってね。広大な土地恐怖症みたいな。ね、周りに何もないのが怖いって。怖いかもよ。ちょっとあるかもしれないですね。大体だって砂漠行ったとしても二人とかね、添乗員とかいるだろうし。一人で全く一人ビバンみたいになったら怖いもん。ビバンのロケだって怖いかもしれないね。ビバンのロケだって見てるだけで怖かったですもんね。見てるけどじゃあんたでやっぱりダメだよ。あ、ダメですか。広いとこもパラグライダーもダメです。見てるだけで見てるだけで怖かったそれ。そんな人いないと思うんだけど。恐怖だった。恐怖でしたね。すごい入り込んで見てるんだね。感情移入してるってことだね。
元通りになるみたいな動きになったらネタにできそうですけどね。どういうこと？あの、なんか、回って回って。違う芸人がやってたのが、西へ、東へ、南へ、北へって一周してんじゃねえかみたいな、なんかボケがあったんで、これもなんかそういうのできた。飛んで飛んで飛んで、どこ行くんだ飛んで飛んで、回って回って、回るって戻ってんじゃねえかみたいな。なんか、動きボケだったら面白すぎる。面白い。戻ってきましたみたいな。動き次第でしょ、それは。動き飛んで、いくらでもできる。どこ行ったぞ飛んで、飛んで、飛んで、回って、回って。飛ぶとは言ってないからね。回るでも、飛んでが6だけど、回るは 3でしょ、はい、いや、飛びすぎですよ。回って、回って、4回です。回って、回って、回って、回る。回る、4回。はい、なので、はい。飛んでって言っても。飛んで、9だから、ね、やっぱり飛びすぎですよ。飛びすぎですか。いやいや、そういうことじゃない。飛ぶと回るのバランスの問題じゃない。大滝子が出てきて。大滝子が飛んでない。そんなディナーショーやろうぜ。10万ですよ。お金かかるわ、これ。どんどん値上げちゃって。大滝子って普通に言うのやめて。やめなさいよ、本当に。続いてのカップルリクエストは、西東京市の、この方は男性の方。男性の方。うん、はい。絶賛、婚活中の私、先日お見合いパーティーに行き、気になる女性とやっとカップルになることができました。しかし念には念を、実は別のパーティーの予約をすでにしていたので、彼女には秘密で、その日はどうしても外せない仕事の用事があると言って、内緒でパーティーに参加しました。保険にしたんだね。なるほど。うん、すると当日、なんてことでしょう。パーティー参加者の中に見たことのある女性が、そうです。カップルになった彼女がいるではありませんか。なるほどね。お互い罰が悪くてパーティーどころではありませんでした。もちろん彼女とはその後会うことはありませんでした。二と追うものは一と燃えず。お互いにね、そうだね。カップルへの道はまだまだ遠いようです。あ、こういうことあるか、そっか。そうかもしれないね。パーティーね、いっぱい掛け持ちでやってたら、お互いにどっちも出てたっていう。なるほど。こういうのもさ、一回目はすごい気が重くでもさ、2回目から楽になるのかもしれないね。もう楽しいことばっかりじゃんって。そっか、どんどん行っちゃうようになるかもしれない。なるのかもね。そうするとこうやって2と追うようになっちゃうのかね。そうですね。うん、本当だ。こういうのってね、キープまだ覚えてるからいいけど、こっちでキープしてるの忘れちゃってる時ありますね。キープ。よくこうなんかライブ、この人のライブ見に行くから、うん、この日開けといてっつって、ちょっと待ってねって言って、そのなかなか返事が来ないんで。もう一人の人お願いして、誘って、そっちが OK ってなったら、もうその前の人忘れてて、行けることになったっていうのは結構俺あるんですよね。なるほどね。ああ、前あったね。そうそう。ありますよね、そういう。なんかメモするのがめんどくさくなるからね。そうですね。かっこ仮。そうそう、複雑ですね。確かにそれはね。それでドブロックの森くんに一回なんかごめんって言って断ることあった。名前出さなくてもいいです。あ、全然大丈夫ですよ。優しいから。確かにな。小林明子で恋に落ちてでした、はい。甲府市のホーリーナイトさんからいただきました。昔高齢のおじいちゃんが道に迷ってしまい、警察から電話が来たことがあります。うん、おじいちゃんの様子を見て声をかけて、近くの交番に連れて行って、くれた人がいたので、うん、お礼を言おうとしたところ、うん、なんとその二人はめっちゃヤンキーカップルでした。男性は金髪にサングラス、首にはゴールドのジャラジャラネックレス、ゴリゴリの B 系です、うん、女性はめちゃめちゃギャルで悪魔のような魔女のようなネイル頭にでっかいお花がついていました、うん、この度は本当にありがとうございましたと丁寧にお礼を言うと、二人は笑顔で全然 OK ですと優しい対応、うん、人は見かけで判断しちゃいけませんね。二人は去るときにおじいちゃんにバイバイと手を振って、うん、おじいちゃんもバイバイと答えていました。そうなんですよ ね、ヤンキーさんは優しいもんね。結構 ね、結構そうそうそう、人情があるから、うんうん、なんかいいとこが結構あのギャルが多いんですよ。それで、ま、結構年が離れてるので、うん、20歳ぐらいなんですよ、みんな女の子が、うん、で時間が、僕は日曜日とか営業でいないときによくうちに遊びに来てくれるんですけど、うん、子供にギャルメイクをすごい教えてるのはちょっと心配ではあるんですけど。言えばいいじゃん。髪の毛持ってる、やっぱり。興味があるんだろうね。今、なんか流行るって言うよね。お姉ちゃんのメイク見て、なんかそれ何ってなるんじゃない？なるだろう。なってんでしょ、なってんでしょ。教えてってなるんだろうね。でも止め方も難しいね。まあ、確かにね。そうそうそう。でもそういう人って陽気だから、うん、でもコミュニケーション能力が高いから、多分そういう、ね、お年寄りも子供も、
気兼ねなく行けるっていうことだからばあちゃんとか、もうなんかじいちゃんとか会いに来てくれるから、そうそう、すごい優しい孫があるんですけど、そうだよね、はい、結構派手なんですよね。なるほどね。爪とかがいっぱい落ちてるんですよ、なんか家帰ると。あ、爪って落ちるんだよね。これをゴミ箱に捨てていいのか、また使うのかがよくわかんなくて。そうだね、わかんないね。切った後の爪じゃないからね。切った後の爪じゃなくて。剥がれた爪だから。何なんだろうみたいな。私も貼るやつって、あ、便利でいいなと思ったんだけど、はい、やっぱ落ちてるんだよね、時々、家に。うん、そうそう、ちょっとゾッとするっていうか、やっぱり人間の一部じゃん。確かに。自分なのにゾッとしちゃう。手紙の切手代がこの秋にも110円に値上がりするのではと話題になっていますが、あなたが受け取った手紙や送った手紙の思い出なら、プロポーズから督促状や果たし状まで何でも構いません。手紙にまつわるエピソードにリクエストを添えて送ってください。はい、なおさんは手紙と言いますか。やっぱりファンレターたまにいただきますけど、うん、やっぱり一番多いのは、これネタにしてくださいみたいな、やっぱ多いですね。これをちょっとヤホーで調べてくださいみたいなね。ああ、美味しいですね。今年はやっぱ水原一平さんが一番多かったですけどね。あと、リクエスト1位。リクエスト1位でしたけどね。はい、ちょっとお答えできるかどうか分かりません。ヤホーリクエスト1位に今輝いてる、ね。はい、一生懸命ね、書いてください。一生懸命。真面目な口調で。手紙リクエストです、はい、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきは郵便番号 100-8439、 日本放送ラジオビバリーヒルズ音楽道場破りの係まで、たくさんのリクエストをお待ちしてます。首都高からのお知らせです。現在首都高には現金クレジットカードが使えない ETC 専用入り口が35箇所も。ETC をご利用のお客様は ETC カードの差し忘れや有効期限をご確認いただき、快適なドライブを。浅草ロックス横パチンコ&スロットアミューズ浅草店、4月26日ついにグランドオープン。総台数955台のビッグスケールでお待ちしております。パチンコ&スロットアミューズ浅草店。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。おかげさまで、開局70周年、笑顔になれ、日本放送。ナイツラジオショー、今日のゲストは元 NMB48 の渋谷渚さん。あの小娘か、大喜利女王は二人もいらないんだよ。珍しく気が立ってますね。大喜利女王渋谷渚の弱点とは、けん玉がもう持てない一本。ナイツラジオショー、今日お昼1時から。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの大内さん、お願いします。はい、首都高速道路は都心環状線内回りの谷町ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが、影響が残って渋滞しています。美女木ジャンクションから空港中央までのルートです。美女木ジャンクションから5号線を上り、影響が残っている都心環状線内回りを通ってレインボーブリッジを渡って空港中央までは1時間20分、美女木ジャンクションから5号線を上って中央環状線の内回りを通って空港中央までは55分です。次に都心霞ヶ関から東名高速道路方面のルートです。霞ヶ関から3かという驚くお値段でご案内です。漢字で骨に伝えて導くと書く骨伝導ですが、鼓膜の代わりに骨を振動させて音を聞くことができる集音器です。これをつけるだけで相手の声を大きく聞こえやすくしてくれるという画期的なアイテムなんですね。使い方は簡単です。 U 字型になっている本体部分を首にかけてイヤホンを押し込むのではなく耳の穴に引っ掛けるだけ。鼓膜を塞がないので不快感がないんです。非常にいいと大絶賛されています。そしてお値段です。メーカー直販価格税込み8万718円のところ、なんと半額以下の税込み3万8000円。そして音楽も聴ける Bluetooth 機能搭載モデルは60。お申し込みお問い合わせは 0120-1242-86 までどうぞ。まさみさんってどんなタイプがお好きなんですか？マイペースに見えて虎視眈々と狙ってるタイプかな。
なんかちょっと意外ですね。でも筋肉が美しいとすぐ好きになっちゃう。まさみさん、馬の話になると嬉しそう。これからどんなヒーローが生まれるんだろう。ヒーローイズカミング JRA。 今日はボロネーゼ。長谷園の新商品パキッと。袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。鍋なし、手間なし。この作り方感動級。長谷園のパキッと。5月23日、芦水みっちゃんの天気予報です。今日の天気は曇り。今日は雲が広がり雨が降るところもありそうです。念のため折りたたみ傘をご準備ください。暑さ対策もお忘れなく。今日も元気な思想です。演技には自信があるので一平くんのドラマオーディション受けてみようと思います。違うね、思想さん。元ドラえもん、明日からベトナムで僕の映画が公開。でも本当にベトナムで紹介したいのはじゃじゃん、清水ミチコの道子一へ。日本で大ヒットした映画ドラえもんのび太の地球シンフォニー、明日からベトナムでも公開されるそうです。なんか嬉しい。2013年以降ドラえもんの映画をすべて公開し、それぞれ大ヒットを記録しているんだとか。すごい。今回も公開を前にホーチミンでおよそ300人の子供を招待して試写会を開催したそうなんですが、大好評だったと。いやーもう日本ベトナムアニメってやっぱすごいですね。そうだね、本当嬉しい。そんなドラえもん情報は置いといて、うん、今週話題になった言葉を紹介しましょう。まずはこちらも映画の話題です。草笛光子さん主演の映画90歳何がめでたいの完成披露舞台が開催され、草笛さんをはじめキャストの皆さんが勢ぞろいし、草笛さんは次のようにコメントしました。素晴らしい会でこうして座らせていただいて本当に幸せです。わーって大きな声で叫びたいくらい嬉しいです。滑舌がやっぱいい。そうなんですよ。やっぱりしてますね。やっぱこう90歳でも。そうですよ。全然やっぱり綺麗だしね、お綺麗だし。清水さんも出るんですよね。そう、私もちょっと出てるんですよ。すごい、うん。私のモノマネは無理よ。私には個性がないもの。おっしゃいました。言ったんですか。めちゃくちゃあると思ったんだけど、私には。すごい、草笛さんの映画ですね。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、さあ、続いては、山田邦子さんが MX テレビのバラ色ダンディに出演。中尾明さんの訃報を受けて、中尾さんとの思い出や、トレードマークだったネジネジマフラー誕生秘話を紹介しました。いやいや、どの国ちゃんですけども、中尾さんはね、大きな存在ですよね。本当には、まあ、ちょっとうるさいっていうか、本物志向なのでね、怒る時は怒りますし、怖い面もありましたけど、私は絵をもらったんですね。とってもお上手。上手で、あのねじねじはね、特にね、イライラしてたんですって。飛行機の中でずっとマフラーいじってるうちに絡まっちゃって、そしたらね、神田正輝さんがそれいいねって言っちゃったんですって、そっから始まったらしいですね。知らなかった。そうなんだ、うん、それを名付けたのが奥様ですもんね。ねじねじって命名したのもね。なるほどね。イライラしてたんだ。でもなんかここにたくさんの週刊誌がありますから、全部ねじねじって言葉がでかすぎて、なんとなく不謹慎に思う。もっとたくさん作品あるのにねじねじがね。もう役者さんとしてもね。もう一面もみんなねじねじって書いてあるんですよ。やっぱそれぐらいイメージが強いね。そうなんですね。すごいですね。さあ、ということで、お次はほっこりする話題です。山口萌えさんがインスタグラムを更新し、お嬢さんが家事を手伝う様子を披露しました。山口萌えです。うちの娘は食器を洗いたくなるお年頃、ありがたや、ありがたや、毎日洗ってくれてもいいけど、わら。かわいい。そっか、食器ね、大変ですもんね、毎日ね。めんどくさいよね、あれ。気を洗ってくれたらね。洗うのは。お母さんは助かるけど。そうですね。食器洗うののやり方がいまだにちょっとよくわかんない。食洗機？あ、じゃなくて食器洗って。水流しっぱなしにしないですか、あれ、やっぱり。泡だけでやって。うん、そうだね。最初は泡だけでやって。泡だけを何枚かやって。何枚かやって。で、一気に。やるの。俺もずっと流しっぱなしにしちゃうんですよね。あれ、恩着せがましい感じするよね。俺今働いてる
水すっごい使ってる。あ、音で？そう、音で今やってる予感を出したと。なんか感じる。思われたら、あれちょっと止めましょう。水止めましょう、それは。難しくはないです。スポンジの捨て際わかんないです、タイミング。何の？スポンジの捨てるタイミングわかんない。ああ、あれも人によるよね。あ、そうですね。うん、まあ、下手っても使えるっちゃ使えるからっていうのがね、ね、ちょっとあるけれども。うん、うん。人による。人による。ネットとかもそうだよね。うんうんうん、パッとこう、ネットの外側だけ、ゴミだけ捨てれば使えるような気もするし。確かに、そうですね。一回一回ね、もったいないですもんね。ちゃいたい時もあります。さあ、お次は、布袋寅泰さんがインスタグラムで吉井和也さんとのツーショット写真と熱いメッセージを公開し話題になっています。4月22日のフライトでロンドンから帰国。第一の理由は、喉頭がんで療養を余儀なくされた吉井和也くんとの約束。うん、ザ・イエローモンキーの3年半ぶりのカムバックライブ、東京ドームに応援に駆けつけることだという書き出しとともに、吉井さんとの思い出や、がんを報告された時の話を綴った後、こんな風に締めくくってます。先日、お互いのビッグエッグの成功を祝して乾杯した。その日彼はスパークリングウォーターだったけどね。いつかシャンパンで人生に何度も乾杯しよう。麗しきとも、吉井和也様。これからも末永くよろしく。ツアーも発表されましたね。必ず見に行くよ。必ずっていうだけで。トラップ仕掛けないでくださいよ。トラップ仕掛けたわけじゃない。必ずって言うとそっちに持っていかれちゃうから。おかしいでしょ、それ。国丸食堂からの流れで。トラップ仕掛けないでくださいよ。トラップは仕掛けてないと思いますよ。そっから呼ばれてるんだ、これ。必ずはみんなの言葉だから。そっからのトラップなんだ、これ。さあ、おしまいはいつもの室井ゆずきさんのやつから。ふわふわふわビール。ふわ、風呂入ってビール。今朝はロックの時間の残りをし。今朝は洋服の入れ替えの残りをし。お互いを捨てて、めっちゃ送った。お下がり欲しいと言ってためいっこちゃんに送った。かわいい。以下省略。お下がりをいい、ね、めいっこちゃんに送った後は、ロータリーの昼食会に行って、その後土地を終え、ポスター貼りに行き、ジムで運動、ね、夕飯は焼き鮭とほうれん草のおひたしと納豆。また美味しそうだな。健康的な一日と。忙しい。長いよ。いや、そんな、長いから僕が説明したんですよ。俺を言われてもいいくらいです。そこまではね。僕が説明したら長いよって突っ込まれちゃう。来週はどんな言葉と出会えるのか、どうぞお楽しみに。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ DeNA 戦を解説前田幸永さん、実況小口和夫アナウンサーで、試合終了まで完全実況生中継でお届けします。巨人戦はないんですけども、ヤクルト対、ね、DeNA、はい、あの筒香選手をね、もう4番にこう来まして、昨日ホームラン打ちましてね、これだからもうすぐ交流戦が始まるとまた DeNA 強力打線ですから、ちょっと面白いですよね。やっぱりヤクルトがね、怪我人が多いんでね、なかなかこうちょっとオスナが最近調子も良くないということで、はい、ちょっとね、交流戦に向けて両者ともね、勝っておきたい一番じゃないかと思いますね。なるほど、はい、あなたも美味しいメロンがある、あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイターで感動と興奮をお楽しみください。ソーシャルディスタンスがささやかれた3年間、でもどんなディスタンスも埋められる。長距離運転手の僕がそう思います。未だに懐かないうちの猫を除いては。思い通りにはいかない人生だから、 SMBC モビット。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？昆布木昆布課のアラメですか？はい。弊社にはアラメが大量におりまして。大量？カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社。オアップナイタートゥデイ。
この時間は SMBC モビット、鹿島建設、富士パシフィックミュージックがお送りしました。5月18日土曜日に開催された緑黄色社会長屋春子のおさライブ2024サポーテッドバイオールナイトニッポン。現在イベントグッズの事後通販を実施中。長屋春子のこだわりが詰まったグッズをぜひお買い求めください。詳しくはイベントページをチェック。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。お便りいきなり大笑い、木曜はこのコーナー、謎かけコーナー、土っちです。私謎かけ芸人土っちがビバリストと繰り広げる謎かけ対決、今週のお題は宇野昌磨さんでした。はい、はい、まずはラジオネームウォッチャーさんです。はい、宇野昌磨とかけて、近所にショッピングモールができたと解きます。その心は、回転すると場がにぎわいます。おお、うまい。本当だ、ね、回転するからね。続いて中介さんです、宇野昌磨とかけて太陽国にいますと解きます。太陽国、その心は、インタイです。インタイ、インタイです。なるほど、シンプル。胃カメラの男さんです、宇野昌磨選手が引退記者会見で語ったこととかけて、ああ照り焼きにしようと思ったらと解きます。その心は、みりんがありません。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 苦しい。みりんがありません。みんなで取り込めよう。みりん。林家、柳家ペイさんですね、はい、宇野昌磨さんとかけてベテラン名俳優と解きます。その心は、どちらも表情での演技が素晴らしいです。あ、表情、表情での演技が、コールドウェイもね、顔の表情も、生まれたてのおじさんさんです、うん、宇野昌磨くんのスケートとかけて、うん、大好きな家計みやこにゃんノーメイク写真集を見た時の僕のテンションと解きます。その心は、超綺麗なすっぴんで高く上がります。超綺麗なスピンで、スピンで、スピンで、なるほど、超綺麗なスピンで、絶対にゃんでいいね。にゃんが気持ち悪いですね。フリーバードさんです、はい、宇野昌磨選手とかけて、めくり芸が得意な芸人と解きます。お、その心は、フリップで沸かせます。あ、4回転フリップとかのフリップジャンプのことですね。なるほど、沸かせる。最後、大根ラリアットさんです、宇野昌磨さんに噂のあの人が家族を紹介とかけて、うざいツイートへの対処法と解く。その心は、さらっとミュートで姉妹です。さらっとミュートで姉妹です。さらっとミュート、本田サラ、本田ミュートで、そのお姉さんのね、マリンさんと噂だったからということですもんね。ああ、なるほどね。すごい。さらっと手が込んでるな。すごいね、これね。ね、残ってるね。なるほど。大丈夫ですか、土っち。はい、わかりました。それでは整えてきました。はい。宇野昌磨さんとかけまして、土佐でお酢を吸ってますと解きます。珍しいね。土佐。その心は、スイスのコーチでしょう。あの、スイス人の方だったんですよ。スイスのコーチ。スイス、スイスをね。コーチでしてた。スイスのコーチ。スイスということで。ああ、なるほど。はい、ちょっと、下手馬まで好きですけどね。ありがとうございます。さあ、今回は、ね。どうしましょう。今回はもう、サラとミュートで姉妹です。そうだね、これにしようか。ちょっとこれは、なるほど。誰もできないよね、これは。これは思いつかないですね。多分初めてじゃないですかね。大根ラリアットさんという方。おめでとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。東京都の方。さて、次回のお題もアスリートです。三浦和義選手、またね、日本に戻って、はい、日本に戻ってプレーをするのではないかというのがニュースになった、キングカズで謎かけをお願いします、はい、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-02-1242 までです。それではここで1曲、藤井隆さんが全面プロデュースした後藤輝元さんのアルバムホイップが先週リリース。このアルバムを携えての後藤輝元藤井隆スプリットツアー2024も6月9日名古屋から。1年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済、完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このように
キャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。メロンってどうやって甘さがわかるの？ JA 茨城旭村のメロンなら、メロンについている QR コードを読み取れば、甘さと食べ物がわかります。あ、生産者の顔写真も出てる。選んでいただいてありがとう。僕のも選んで。メロンは JA 茨城旭村。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、解体工、現場監督など。また、アスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など。さらに、現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。例えば、お父さんが建設現場や工場で働いていて、肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか、無料で確認できますので、お電話を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いては、ハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田良子さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。千葉市中心部は時々薄日が差しています。さて、第105回南部当時事情聖酒鑑評会で、小泉酒造の大吟醸東海盛りが吟醸酒部門で第3位、純米大吟醸紫紺が純米酒部門で優等賞を受賞しました。南部当時事情聖酒鑑評会は明治44年から続く酒造技術の研鑽と資質向上を目的とした鑑評会で、吟醸酒の部、純米酒の部の2部門で開催し、合わせて604点の出品がありました。大吟醸東海盛りは封を開けるとメロンのような華やかな芳香が広がり、口に含むと旨味を残して滑らかに喉を通り抜ける、香りとともにバランスが取れたお酒です。また純米大吟醸紫紺はふんわりとした含み方、米の旨味甘みが口に広がり、綺麗な酸の余韻が心地よいお酒です。受賞した2つのお酒は小泉酒造のオンラインショップでもお買い求めいただけますよ。詳しくは小泉酒造のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。ありがとうございました。 JA 茨城旭村のメロン、甘さってわかるの？メロンについている QR コードを読み取れば、糖度も食べ頃もすぐにわかりますよ。茨城旭村のメロンだからできる。これは便利、いつだって確かな美味しさ。メロンは JA 茨城旭村。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象はアスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など。さらに、工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。
対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かればあなたがいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。